たいと思います。さて配信が始まったんですけど、まずは自己紹介をしたいと思います。鹿児島県出身19歳の大園レイです。好きな食べ物はお好み焼きです。でも自分で作れないので誰か作ってください。鳥取県出身15歳の山口春代です。私は研修生の中で一番身長が低いので、とライブの時は見つけやすいので見つけてください。どうぞ。坂道グループ初、岩手県出身高校3年生の佐藤理香です。見た目はお豆腐なんですけど中身はチョコレートです。チャームポイントはちっちゃい口と、なんだっけ、忘れちゃった、ごめんなさい。次、出る杭は打たれる、ハンマーを貫通、兵庫県出身増本明です。東京都出身高校1年生16歳の高橋美邦です。と私は食べることと体を動かすことが好きです。さっきの春代ちゃんとは違って、私は一番身長が高いので、見つけやすいかなと思うのでよろしくお願いします。イエーイ。坂道研修生のメンバーでショールームをやるのは初めてだけど、今どんな気持ちですか？誰かに緊張してる？一人ずつ。私はオーディションの時はラジオ配信だったので、なんかこうやって顔を出してやるのまた違った感覚で楽しみです。緊張してます。みんなめちゃめちゃ緊張してるよね。してます。ガクガクしてる。始まる前とかみんなもどうしようって、ね。私もみくにちゃんと同じく初めて顔を出してするんですけど、なんか緊張しています。緊張してます。いや懐かしいです。はい。ということで、今坂道グループ合同研修生ツアーに向けてレッスンをしてるけど、ツアーを行う話を最初に聞いた時はどう思った？ツアーを最初に、聞いた時、聞いた時私はちょっと学校でいなかったんですけど、まなみちゃんに LINE で聞いたんですけど、すごくなんか一人でなんかすごいってなってました。次どうぞ。なんかもう驚きって感じでした。なんかなんだろう、アセンだったよね。どう思いましたか？どう思いましたか？なんか振り入れが全部終わってない時にするよって聞いて大丈夫かなって、もう不安がなんか9%ぐらいでした。あの世の中に知られてなかった私たちがなんかその地方もね含めてツアーをやらせていただけるのはすごいありがたいなとも思ったんですけど、その最初に聞いた時は不安でしかなかったです。なんかありがたかったけど、大丈夫なかなって、本当にありがたいことね。でも嬉しかったです。嬉しかった。嬉しさもありましたね。はい。そうですね。なんだろう。なんかこの1年間いろんな感情を味わった1年間だったんですけど、
こうやってツアーって決まって、うん、皆さんにやっとお会いできると思ったら嬉しかったです。あー、会いたいです。会いたい、やっと会えるね。やっと会えたね。うんうん。何中かな、何かないです。頑張って。なんか次行きます。坂道研修生の公式サイトやツイッターにプロフィール写真や動画を載せるために衣装を着て撮影したけど、初めて自分たちの衣装をどう思ったと思いました。はい、衣装は白で、なんかここにワッペンみたいのがあるんですけど、可愛かった。なんか3つの坂を、ね、の色があって、すごく嬉しいなって思いました。リカさんはどう思いました？かわいいってなって、みんなわーかわいいって思って、すごいなんかこんな風に制服を作っていただけて、ワッペンもちゃんと用意してくださったことが本当になんか信じられなくて、ありがたくて、なんか本当に嬉しくて、私はあのリボンの色が好きです。次どうぞ。お二人で、あの学校の制服がめっちゃセーラー服やって、あの紐がついてなかったんで、なんか紐がついてる制服を着れて嬉しかったです。それは紐ついたことない。リボンなかった、初めてだ。セーラー服でした。え、いいな、うん、リボン着たないの。なんか研修生だけでなんか衣装とか欲しいなって思ってたんですけど、やっぱりなんか口にはなかなか出しづらかったんで、本当に制服を見た時は嬉しかったですね。白、私たちのイメージカラーがまだ何色でもない白なので、白色が好きなので嬉しかったです。乃木坂46真夏の全国ツアー2019と欅坂46真夏の全国アリーナツアーの見学に行かせていただいたんですけど、どうだった？私は1回だけ、ライブに行かせていただいたことが、行かせていただいたというか、自分で行ったことがあるんですけど、ちょっとごめんなさい、大丈夫だよ。あるんですけど、なんかやっぱり研修生っていう立場から見たら、自分がファンだった時と違う部分とかが見れたりしたので、すごくいい経験をさせていただきました。ありがとうございます。誰かどうするの？なんか最初にオーバーチャーが流れた瞬間から、なんかもう涙が出そうなくらい、なんか感情が高まって、なんかサイリウムとかの色も綺麗で、なんかすごく最初から感動してました。でも本当にああいう風にライブを見させていただくってことはありがたいことなので、本当に感謝してます。キラちゃん。はい、あの私あのライブに行ったことがなくて、もともとなんか映像とかを見るのとまた違って、なんかファンの方とメンバーさんで一つのものを作ってる、その一体感がすごい心地よくて、作ってみたい、私もそういう風に作ってみたいなって、すごい憧れが強くなりました。乃木坂さんも欅坂さんもなんかすごい迫力のあるライブだったし、
あの先輩方はもちろんなんですけど、あの一緒にオーディションを受けたあの乃木坂4期生のみんなと欅坂2期生のみんなを見て、なんかすごい刺激を受けたので、なんかツアーへのやる気も高まりました。うん、高まりました、うん、めっちゃ高まりました。あ、言ってない喋ってないのに。私は、鹿児島の中でもすごい田舎の方なので、現場経験が初めてで、でステージよりもファンの方に近いところから見てたんですけど、なんか皆さん一生懸命声を出しててね、聞こえたよね、なんか、感動しました。届いてると思います、ステージまでその声は。すごい、あ、わかる、ね、すごかったですね、なんか本当に一体感がね、すごかったです。私たちもこうなんか歌ったり踊ったりっていうことをレッスンでしてから、なんかそういうライブのあんなに笑顔の裏にはこんなにもうなんか努力とか思いとかがあって、それがちゃんとお客さんにも伝わって、ああいう風に盛り上がっているのがなんかすごいライブって深いなと思いました。そう、バズ思った。そうね、すごい、ね、うん、あとは何だろうね、ライブね、花火初めて見たんですよ、ね、うん、かも今年初めて、そう、今年初めての花火だった、ね、うん、うん、いやなんか家の窓から見るのとはまたなんか違う気持ちにはなりました。なんか、うん、暑かった、そう、タイミングがさ、めっちゃ良くてね、なんかお客さんの声とさ、音とさ、あのダンスとか声とかが一緒になって、なんかそう、なんか一つのものやった、やっぱなんかもう全てが一つっていうか、100人入りみたいな、スタッフさんとかのね、いろいろなんか、そう、花火とか上げてらっしゃる方のやつがすごい、花火ってすごいなって思って、花火ってすごいね、すごいですね、人に感動、どうですか、神君、感動、私も今年初花火でした、感動しました、感動に尽きる、感動他もあったけど、なんか勉強になりました、すごく、なんか、なんかステージの演出とか、モニターとかもすごかったし、なんかもう一個一個手が込んでるなって思いました。なんか、素晴らしい、自分たちがやってるんだ、歌やった、ダンス得意、みくにちゃん、みくにちゃんダンス上手、みくにさんすごく上手いです、なんか上手だね、上手です、好きです、でも、歌もダンスも好きではいます、上手いです、ありがとう、すごい、あ、でもやっぱり覚えが悪いのはすごく一番覚えが悪いんですけど、なんか林瑠奈さんが結構動きが面白くって、でもなんかやめなさい、すごい、でもそうやってなんか言い合って支え合って直していけるんですよね、なんか素敵、素敵、できる関係、いい関係、本当にいい関係だと思う、ほんまに林瑠奈さん頑張ってるから大沼明穂さんとかもなんかすごい全力ですごい変な動きをしてたりするけど、なんかなんて言うんですよ、なんかほんまにみんなで支え合ってるからここまで来れたなってすごい、本当にね、15人だから、15人だからできたこと、誰か欠けてたら ね、そうね、できなかったかもしれないです。私は、はい、やっぱ運動ができないのでダンスが苦手で、なんかね、なんかみんなは知ってるかわかんないけど、なんかテストがあって、でなんか最初ちょっと受けたりしてて、なんか難しい曲の時にいなくて、初めてなんかみんなのダンスを見た時に置いてかれたって思って、もうどうしようって、めっちゃ頑張ったね、めっちゃ頑張った、感動したもん、一人残ってすごいなって思いました。そうなんかご飯食べとる時にめっちゃ先生、そんなことやらないリカちゃん、めっちゃ先生の聞きに行ってさ、本当にめっちゃ偉いなって思って、すごい尊敬してた、
難しいダンスの時だったからなんかドア開けた瞬間に、ね、ズンってしとってけなんかズンとしてたっていうか、えでも後ろでめっちゃ端っこで頑張ってみんな覚え教えてもらったのに覚えようとしてて、なんか本当にどうしようかと思って、なんかみんなキアちゃんとかもさダンス苦手だけどさ、うん、頑張って踊っててさ、え全然ハリオも頑張ってるなんかめっちゃ待ってたごめんなさい、いや全然あえー何だったっけ何だっけ、歌とダンスが上手なメンバーです。あ歌とダンスは得意じゃないですけど、めっちゃないないよ、めっちゃ笑顔が可愛い、なんか得意じゃないですけど、そうなんかめっちゃ目がいく、なんか最初は、うん、なんていうの、最初はめっちゃビビってて、なんか自分にはできないなって思ってたんですけど、8月の1ヶ月間で15曲やったんですけど、その間になんていうの、どんどんみんな、なんて言うんですか、みんな励ましやったし、15曲乗り越えてなんか楽しくできるようになりました。楽しい、初めなんか苦しかったけど、ね、なんか泣いちゃう子とかもいたけど、今は、みんな、その一人でやってた時に、実はなんかもう飛び出して、泣かないで、でも一人ってあれですよね、私も一人でやったんですよ ね、 あるよね、大変だね、休んどった子、学生とかな、あるよ、家で、ね、私は結構ずっとおったけど、あ、でも地方のかしょうがないよ、あ、地方で移る、どの先輩のになりたいですかね、憧れの先輩、憧れの先輩、それは決められない、決められない、皆さん素晴らしい先輩で、憧れ、決められないですね、憧れです、だけどやっぱり実際ライブを見に行って、すごいキラキラされてたので、なんか自分たちも、なんかそうやってできたらいいなって思います、誰とかは決められないけども、皆さん素晴らしいですよ、なんかやっぱ舞台で見たらやっぱキラキラ感が違うなって、すごい、なんか光っとった、なんかこう発光してた、私はなんかすごく好きな方とか本当にたくさんいるんですけども、なんか最初乃木坂さんを見た時にセンターの生駒さんを見た時になんかすごい印象的で、なんて言うんだろう、すごい胸に刺さったんですよ、でもそんな方がまさかあの秋田県隣の県の方で、なんかすごい東北出身でそういう風になんか田舎から出て頑張ってるってらっしゃったのを見て、すごいなんか感動した、なんか言葉にできない、でもやっぱりなんかもう全体的に皆さん輝いてるんですけど、なんかそうやって目を引くような人になりたいなって、憧れの人になりたいと思います、首かすげて最後にツアーに関する意気込みを一人一曲センターをやらせていただくんですけど、そのことに対する意気込み、頑張りたいこととか、どんな気持ちでライブに挑みたいか、高橋です、高橋美国です私がなんかセンターをやらせていただくのは、あの曲名は言えないんですけど、結構難しい感じの曲で、あの私自身もすごいダンス苦戦したんですけど、なんか今はこう楽しんでできてるので、なんかなんか見てくださる方をなんか
なんかあこの子やるなみたいに思わせたいです。いいので期待を裏切らせたいなって思います。私はある曲をやらせていただくんですけど、個人的にその曲リストを見たときに一番ある意味難しそうや な曲やなって思ってて、まさかそれになるとは思ってなくって、でもその元の世界観を崩さず、かつかつっていうかな、かつちゃんと自分の曲っていうのを作ってみたいなって思うので思います。もうですね、なんかキラちゃんと同じようになんか世界観っていうのはやっぱりいろいろどの曲にもあって、その曲に合った表現とかってやっぱりなんか壊しちゃいけない空気感、世界観があるので、それを大事にしつつ、なんて言うんだろう、私たちの今までの思いもそのなんかライブにぶつけられるように感謝を忘れずに頑張っていけたら、思います。山口春代です。あ、そうだった。私はすごく周りの、まあ、研修生のメンバーからもなんですけど、すごい幼いって言われるんですよ。赤ちゃん。赤ちゃん。かわいい。言われるんですけど、なんかいろんな方に自分のかっこいい表情とかなんか綺麗なパフォーマンスを見せられたらなって思います。頑張ります。頑張りましょう。大園レイです。初めてのライブなんですけど、初めてなのにこうやって一人一曲センターをやらせていただけるのは、やっぱりまだ自分たちの力だと思っていなくて、3グループの先輩方の恩恵を受けてこういうチャンスをいただけてると思っております。ありがとうございます。ですね、なのでその自分がセンターの曲だけじゃなくて15曲にこの1年間の気持ちとか、やっぱり待たせてしまった気持ちとか、込めて15曲みんなで頑張ります。頑張りましょう。なんとブロディ12月号が10月23日水曜日に発売されます。また4日私たち坂道研修生が初めて雑誌に登場、さらに表紙も務めさせていただきました。ありがとうございます。ぜひチェックしてみてください。お願いします。見てください。詳しくは、あ、間違えました、そして坂道グループ合同研修生ツアーのチケット一般販売が本日12時から始まりました。見てくれましたか？見てくれましたか？見てくれましたか？ありがたいですよね、本当に。買いました、たくさんの場所で、ありがたいです。いっぱいさ、なんか名古屋行くよとか東京、4公演行くよって、4公演、ありがとうございます。4つもする、でも、あ、そっか、すごい。ありがとうございます。雑誌とかもね、まだこうやってデビューしてないのに、そうやって出
させていただくっていうのは本当にありがたいことですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。それになんか期待を裏切らないように、うん、裏切るんやろう。なんかえ良い意味で裏切るんです、うん、私たち良い意味で。私たちは裏切り込まれるごめん、ね、裏切りますね。なんかこれ詳しくは研修生のオフィシャルサイト楽天チケット、ローソンチケットをチェックしてください。皆さんお願いします。お願いします。皆さんに楽しんでもらえるように一生懸命レッスン頑張るので見に来てくださったら嬉しいです。嬉しいです。嬉しいです。会いに行くからね、はい、来てください。残念ながらもうすぐお時間になります。お時間になります。早い早い早い。なんか朝の時間ぐらい早い。朝の時間、朝の準備ぐらい、準備ぐらいね。なんか朝の準備と、ね、寝る前のお風呂入るまでの時間が長いから、うん、そんぐらい貴重な時間。本当に、なんか本当に足りない、時間が足りない、うんうん、なんか申し訳ない、うんうん、なんでいい、ね、お話ししたいこといっぱいある、うん、そうですね。まあ、まだこれからなんで、うん、これからもっと見守ってください。会いに来てほしいし、うんうんうん、え、うん、申し訳ない、うん、今日配信してみて、じゃあ今日配信してみてどうだった？どう見ていいですか、うん、え、あの、あ、もう閉める、高橋です。閉める、閉める、みんなで回すかな。あの、最初にも言ったんですけど、あの、顔出しが初めてで、なんかこうやってコメントとか見てて、なんだろう、なんて言うんだろうな、え、あの、なんかまた ラジオの時よりもなんかすごく楽しかったですし、なんか見てる方もこうやってみんなの表情とか、なんかまだ縦型動画とか写真とかしか公開されてないので、うん、なんか貴重じゃないですか。なんか楽しんでいただけてたらよかった、いいなって思います。私も楽しかったです、うん、キラちゃん、はい、来てるかな、すごく貴重なお時間をに見に来ていただいて、なんかすごい、でもまたなんかすごい今までにない、これからもない感情で配信できたのでありがとうございました。なんかすごい久しぶりで緊張したんですけど、なんかこうやって見に来てくださってる方とかもいて、なんかずっと待っていてくれてありがとうございましたっていうのを伝えたいかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あと学校のこととか、なんかいろいろな方に1年間迷惑かけたり支えてもらったので恩返しできるように思います、うん、本当に1年間ありがとうございます。あ、待っててくださってすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。私も初のショールームなんですけど、顔出しはすごく緊張したんですけど、すごく緊張したんですけど、みんなでこうやってね、たくさんの方に見ていただいて喋れたのでよかったです。ぜひ見てください、研修生。なんて言い出したか忘れた。なんて言うとしたんだっけ。久しぶりだったんですけど、うん、なんか待っていてくださる人のおかげでこうやってまた配信できていると思っております。なんか1年前のショールームと違ってあんまり、ん？なんて言うんだ、話す？うん、こっちが話すスタイルになってしまったんですけど、コメントはちょっと…いけますたまに顔だけ半分映っちゃったりしてごめんなさい。そろそろ配信終了です、はい、あ、名前言った。名前よ、はい、高橋三國でした。ありがとうございました。イエイ、はい、増本キラでした。ありがとうございました。佐藤理香でした。ありがとうございました。
山口春代でした。ありがとうございました。大園レイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。配信を見ていただいた皆さんありがとうございました。明日も配信は18時半からです。ぜひ見てください、ね、見てください。さようなら。見てね。